なら自慢チャンネル始めるよ。さあ、このお兄さんが出るのは2回目になります。今日は何を喋るかというと、奈良の自慢、本当鹿の雑学。今日は鹿の雑学を話していきたいと思います。ただ不安なのが、お兄さんだけじゃちょっと知識が足りないんで、森の妖怪さんたちに手伝ってもらいます。じゃあいつものようにお願いします。あ、なんか1回目の時よりいっぱいあるね。そうなの、雑学っていうといっぱいあるんだよ。その中で今日は、そうだな、一つ目はこれでいこうかな。奈良公園に行くとどうしても歩くの気をつけちゃうよね。鹿の糞があるからね。あの黒い可愛い鹿の糞ちゃんたち、実は人間さんが掃除してるだけじゃないんだ。何かというと、奈良公園には鹿の糞のお掃除係、糞転がしがいるよ。すごい数がいるんだよ。実は糞転がしの博物館があるぐらい、すごい種類のすごい数の糞転がしがいるんだ。いい雑学だね。この雑学くれたのは、大ちゃん、大たらぼっちでした。また大たらぼっちも調べてね。じゃあ次の行こうかな。あ、これもいいね。あ、これはね、うちのね、なんかずんぐりむっくりが喋ってます。奈良公園の自動販売機には買っても出てこないものがあるよ。どういうこと？自動販売機でお金入れてペッて押してもジュースやったりコーヒーやったりが出てこないんだ。これ何かっていうと、実は鹿さんに募金ができるようになってるんだ。何も出てこないけど、あったかい気持ちになれるよ。これを言ってくれたのは、カトファンインターモメンです。じゃあ次行くよ。あ、これはすごいファンタジーなお話。本当かどうか、これはちょっと未確認なんだけど、言っちゃうね。100年から200年の間に白い鹿さんが生まれる。すごいファンタジーだね。もし嘘だって思うなら、画像検索してみて。白い鹿さん出てくるよ。まあ、ちなみになんだけど、この白い鹿さんっていうのは神様のお友達なんです。だから奈良公園の鹿は大事にされてる。いいお話だね。このお話は愛ちゃん桃太郎からいただきました。じゃあまだまだあるから行くね。あ、これよく疑問に思う方いるけど、今日はお答えしちゃいます。鹿せんべい、人が食べても大丈夫？大丈夫です。米ぬかと小麦粉でできてるんです。これを言ってくれたのは、マツケンタジカラオです。じゃあ次行きますよ。あ、これちょっと怖い話もしちゃうかな。ちょっと雑学っぽい怖い話もしちゃう。奈良公園の鹿さん、今ではいっぱいいるよね。でも実は一番減った時は38頭。怖いね。数えるぐらいしかないもんね。今安心してください。1300以上いてくれてます。じゃあ次行くね。奈良の鹿、一番遠くまで行ったのはどこまで行ったの？いい質問だよ。そこの雑学教えちゃう。実は男の子の鹿がやはり冒険心でいろんなとこまで行っちゃうんだ。一番遠くまで行ったのはなんと
大阪の道頓堀だよ。すごいね。この2つを言ってくれたのも松家タジカラオです。じゃあ最後に、鹿を、今の奈良公園の鹿を助けたのは丸尾万次郎さんです。ちょっとわからないと思うんだけど、すごい。これは鹿の愛護協会さんも知らないって言ってたから、また調べてみてね。すごい雑学だから。じゃあまた明日、何の雑学を話すのかな。よし、あるあるじゃないけど鹿さんに乗っていこう。